東京マーケットワイド東証アローズストックボイススタジオからお送りしています。この時間のゲストをご紹介します。岩井コスモ証券投資調査部長有沢翔一さんです。有沢さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。マーケットについて、ぜひ対象交渉からお話を今日もお願いしたいと思いますが、はい、まず今日の日経平均、マイナスの動きが下がってから続いてますが、はい、そんなに5番は特に小さい動きになってしまいました。ここまでをご覧になって、今日はどういう印象で相場を見ていらっしゃいますか。寄り付きからですね、やっぱりその昨夜のアメリカの株が安かったこと、はい、それと、アメリカの中間選挙、そして、今夜の CPI、かなり不透明感強まってきたんで、はい、ちょっと手仕舞いの売りがね、加速したように思います。ただその後はもうそのまださらに売り込むという動きはありませんし、はい、また逆にちょっと押し目買い入れるにしてもね、もうちょっとこのタイミングじゃなくてもちょっと明日まで待とうかみたいな動きが出てきて、膠着感強まっているのかなと思います。5番だけを見れば日経平均上下50円ぐらいしか動いてませんからね。さすがにちょっとねこの状況だとか買いづらいですよね。そうですね。このアメリカのマーケットについて改めてお伺いしたいんですが、はい、このニューヨーク市場の特にニューヨークは今ニューヨークダウが非常に先行して戻ってきているんですが、この戻り歩調に対してやっぱり2つ見方が強く出てますね。ショートポジションが巻き戻して、はいはい、買い戻しで出てきていると、はい、このポジション整理が一巡すればニューヨーク市場はまた頭を抑えられてしまうというのがつきまとって、でもう一つは10月末からマーケットで強く浮上してます、そのウォール・ストリート・ジャーナルが伝えたような FOMC で12月以降は利上げペースを縮小していくという、はいはいはい、私たちはまだ見えないんですが、その金融当局 FRB は、どっかでインフレがもうピークアウトして利上げのペースを、今年来年以降は今以上に下げていくという、はい、インフレに対する楽観論ですね、この2つがその見方としては、集約されて大きく取り上げられていると思うんですが、有沢さんはどちらだと思いますか。やはり短期的にね、そのインフレに対する警戒感あるいは利上げに対する警戒感というのが薄れたと、いうことじゃないかなと思うんですけども、あくまでやっぱりそれはね、そのタイミング短期的にっていうことじゃないかなと思うんですよ。はい、利上げの終わりが見えてきたとかね、そういう期待で腰を据えて買ってるっていう感じじゃないですよね。とりあえずこのタイミングはその期待を拝見して買っておこうと、そこにショートポジションの買い戻しも加わってっていうことだったと思うんですよね。今年に入ってから3回ですか、CPI ではしご外されたっていうのありますからね。全くその通りですね。ですから決してそのね腰を入れてしっかり買ってるっていう感じじゃなかったと思うんですよね。そうですね。特に、春先もそうでしたが、夏場はその来年にはもう利下げだというようなムードが随分夏強かったですからね。はい、でもやっぱりね、その心理の奥底にそういう期待があることは確かなんですよね。なんだかんだ言ったって来年には利下げに転じるだろうとか、インフレもここからは徐々に鈍化していくだろうという期待がちょっと潜んでるんで、ちょっとあるタイミングでそういったものが表に出てきたのかなっていうふうには思いますけどね。なるほど、分かりました。そしてもう一つこのアメリカなんですが、まさに今この話題の最もホットなその中間選挙の行方ですが、はい、なかなか決着がつかないで、そうですね、思ってた以上に、もう少し結論正確に議席数が固まるのは時間がかかりそうだということですが、来月までかかるとかなんとか言ってますよね。そうですね。もうすでにこれは中間選挙を超えて2024年のこの大統領選挙に向けてもう動き出している、もうアメリカのメディアはそういう方向ではっきり出ている、そこでは明らかにトランプ対バイデンという
まあ、前回と同じ構造が出ていて、うん、ただ思ったほどそのトランプ元大統領の、まあ、かつての神通力も、まあ、今回の中間選挙の結果ではそこまで強くないという状況になってきていると。で、バイデン政権がもし民主党が仮に再選されるようなことになったら、はい、あるいはバイデンさんがその、まあ、再出馬する方向にもしなるというのは前提なのかもしれませんが、うん、また財政支出が膨らんでインフレになってしまう、はい、まあ、トランプさんがこの、まあ、返り咲いたらそれはそれでアメリカは分断がまた激しくなって、うん、まあ、いろんな ロシアとどうなる、中東どうなる、いろいろありますが、まるでこの見当がつかないんですが、この来年再来年もう少し先まで見た上で全く雲をつかむようなお話になってしまうかもしれませんけど、有澤さんはこのアメリカの政治情勢大きく見るとどういう方向に向かっていきそうだというふうにお考えになりますか？これね、全く読めないっていうのは正直なところだと思います、うん、で普通はそのバイデンさんにしてもトランプさんにしても、まあ、ちょっとした失敗はあるわけですよね。例えばバイデンさんにすればその財政支出の拡大とかでインフレを招いちゃったという失敗はあるから、仮に次になったとしたらその辺を生かしてね、何かするだろうという期待が普通は持てるんですけども、うん、ちょっとこの2人に関してはそういう反省あるかなっていうちょっと疑問クエスチョンマークつくんですよね。なるほど、うん、また同じことやるんじゃないかっていうような懸念もあります、うん、まあ、ただね、政治の方がどんな風に動こうともマーケットは基本的にそれによって大きく左右されることはないんじゃないかなと思ってます。うん、マーケットを劇的に変えるようなね、税制面の政策の変化とか、はい、財政政策の変化とかそういったものはねちょっとないんじゃないかなと思います。なるほど、うんうん、確かに、まあ、ニューヨークダウが先行している、まあ、先ほど話戻ってしまいますが、はい、このガーファムの決算が思った以上に厳しい、割に、まあ、株価相場高いのはそれこそマクドナルドが上場来高値を更新したり、うん、ペプシコが同じく新高値を更新したりという、はい、旧来型のといったら失礼ですが大型企業がかなりしっかりしていると、うん、この辺の変化というのはありますよね。まあ、やっぱり業績見てるんじゃないですかね。ちょっとこれだけね、いろんなことを読みづらくなってくるともう基本に戻って業績見て売り買いしましょうよっていう話になってるんじゃないですかね。なるほど、うん、でその旧来型の大型企業っていうのは足元の業績っていうのが見えやすいですから、はい、どうしてもその、ハイテク型のグロース企業っていうのは先行きの成長性を読むわけで、うん、その辺はちょっと読みづらいですよね。だからちょっと自信持っては買えないっていうところあるんですけども、まあ、今足元の業績っていうのが一番安心して買える材料じゃないですかね。なるほど、まさにその点が、アメリカでははっきり出てきているということになりますね。そうですね、日本の政治に関して今度はお話を少しだけお伺いしたいんですが、うん、岸田政権です。あんまりこの国民的にも今評判がよろしくないということになってしまってますが、そうですね、先日、まあ、経済対策を発表しました、二次補正で29兆円を超えてきて、うん、まあ、これは1年がかりで、まあ、総合経済対策をまとめたことになりますが、うん、まだそのインパクトに欠けるようなところがありますが、リスキリングにお金をかなり使う、はい、だから出産準備金に10万円を用意する、ガス代電気代の高騰を、まあ、半年間限定かもしれませんけど抑えるという、はい、今回 の、 その総合経済対策に関してあるいは岸田政権全体に対して期待できるところ、うん、期待できないところ、良い点悪い点、有澤さんからご覧になるとどういう点になってまいりますか？まあ、いろいろ言われてますけどもね、うん、大型の経済対策をまとめた、まずその点は評価していいと思うんですよ、はい、で問題はこれから どういうふうに具体策をこう訴えていくのかっていうことだと思うんで、うん、まあ、ばらまきとかなんとか言われてますけどね、ガス代とか電気代の補助っていうのはこのタイミングでは私はもうそれはやむを得ないしいいことだと思います、うん、で問題はその成長につながる政策、はい、例えばリスキリングだとか、うん、カーボンニュートラルとかですよね、はい、その辺の政策に関して見出しは出てるんだけど中身がなかなか伝わってこないんで、
早く具体的なものを伝えてほしいなっていうふうに思います。そうですね、そのあたり株式市場はこれまで何度としても、まあ、何度も注目テーマとして、取り上げては今一つ腰砕けに終わってしまったと うん、いや結局見出ししか出てこないですから、うんうんうん、だから早くそれ出してほしいですよ ね、 あの今いろいろ、まあ、他にもね、国会の中で揉めてることなんかありますから、はい、その辺をなんとか早く片付けてっていうか処理して、ちょっとそういった成長につながるような政策の具体策っていうのを出していってほしいなと思います。なるほど、わかりました。あの、まあ、11月相場から12月相場に向けて、1年で、うん、まあ、随分この時期は投資パフォーマンスが上がりやすいというふうに見られてますが、そうですね、こう、まあ、今月来月もう年末に向けてなんですけど、うん、有澤さんは相場全体どういうイメージで今でしたら捉えていらっしゃいますか。まあ、今足元ではね、決算発表が毎日出てきますんで、それを手がかりにした売買、まあ、個別物色が活発なんですけども、はい、これ後半に入るとなくなっちゃいますんでね、うんうん、そうするとちょっとその手がかり材料難に陥る可能性もあるんで、ぜひそのタイミングでは本当に政策面でバンバン出してきてほしいなと思います。でやっぱりまあ年末の株高っていうのはアノマリーありますし、で中でもその年末年始にかけては小型のグロース株が上がりやすいっていうのが過去のデータではありますんでね、はい、ちょっとそういう、政策に絡んだ材料をね持ってるような小型のグロース株、ちょっと今足元でもね、あの小型グロース株っていうのはもう売り上げ気分で底打ちから反発に向かっているものが結構ありますんで、うん、はい、まあ、その辺の動き期待したいなと思ってます。なるほど、わかりました。いや、はい、有澤さん今日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。岩井コスモ証券投資調査部長有澤昭一さんにお話を伺いました。